サッカーばっかりやってたですね。まあ今よりはもう少し元気だったと思います。体育です。苦手なのはほとんど座学。それ本当です。農業高校でした。愛情です。まあ、もうすぐ子供が生まれそうなのでブームは今ないですよ。子供のことを考えています。掃除好きです。気分転換にも掃除が向いてるので。この真実、まあ、小さい頃憧れていたんですけど、プロになって1年目で清水で一緒にやっていて、やっぱサッカー選手としても人間としても素晴らしいなっていうのを思ったので、ああいう人になれたらなと思います。